にゃ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 。それ口にすることある？もこう。そんなにもバナナが欲しいか。どんな夢だよ。それにしても私たちを呼んだマリサさんはどこに？英気は久しぶりだな。にゃ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 。どんなタイミングで話に入ってきてるんですか？にゃ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 。今回はそれしか喋れない感じね。了解。にゃ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 。命は儚いからこそ美しいものだ。急に何か悟ったな。今日の夕食はケバブにしましょうか。ヨウムさんは本当に何も悟ってないですね。というわけでプルフシナリをもっと食べたいを始めます。急に現れて急に始まりましたね。もしかしてさ、ケバブからのつながりでもっと食べたいのシナリを始めようとしてる？え？キーパーは私です。それでは順番にキャラ紹介をお願いします。まずは私からいくにょん。週刊ヤーデッチャやってますヨウムです。日本刀の技能以外は特に普通の探索者って感じですね。今回は探索者内のツッコミ役として頑張ります。無理だな。無理よ。人には向き不向きがある。難しいんじゃ。よろしくお願いします。じゃ、私行くわ。今はタクシードライバーの向こうだ。今は？昔ある病院で医者として勤務していたが、病院内の権力闘争に疲れて今はタクシー運転手をやってる。しっかり考えられていて素晴らしいと思います。大よろです。次は私が言っていいか？ミュージシャン兼 YouTuber のケイネです。少々貧弱すぎません。最上位の教育を受けてるので大丈夫ですね。そのポイントを何に知ってるんですか？私はミュージシャンだぞ。本当に何ができるんですか？聞き耳？生き残れることを願ってます。大よろ。次は私ね、チャンズラーのアリスよ。かつて見たことのないタイプだった。砂丘はこっちを使うのでご心配なく。この芸術、チャンズルって何ができるんですか？チャンズルを仕掛けたり、反省したりできます。本当に何をするつもりなんだ。大よろ。最後にプルフシノア TRPG は初プレイのエイジさん。どうも。砂丘新しくなったんですね。使い分けってやっていく予定です。それでは自己紹介をお願いします。食用仮面ライダーのエイジです。どうして初プレイでそうなった？どうしてだろうな。どうしてでしょうね。お前ら犯人絶対お前ら。どういうことですか？大丈夫大丈夫。対戦よろしくお願いします。それにしても今回の PG、APP が高いですね。というわけで全員の紹介が終わったところで本編に入りましょう。季節は晩秋の頃、探索者たちは友人である石沢啓太と旧交を温めるべく会食をしている。会場は石川の選んだ洒落た中華料理店の個室である。今日は来てくれてありがとうな。お久しぶりですね。最近はみんな忙しかったからな。お前は無職だろ。ミュージシャンです。私は金を持ってないが当然おごってくれるのよね。君はギャンブルが好きだな。それじゃあダイスを振って君の方が高い目が出たら今日はおごりだ。やったね。私がおごろう。よし、たくさん頼むわよ。って加減してくれよ。探索者と石沢は食事を楽しんでいる。しばらく時間が経った頃、石沢がこっそりとモコウさんに話しかけてきます。モコウさん少しいいかな。小声でどうした？今起きてる案件について相談したいことがあるんだが、この後時間とか大丈夫か？全然構わないが、どんな内容だ？食事がまずくなるような話だし後で話すよ。わかったよ。助かるよ。会食が進むにつれて探索者たちは奇妙なことに気がつく。石沢の食欲が異常なのだ。運ばれてきた皿からどんどん料理を奪い取り、次々と食べていってしまうのだ。もちろん石沢はこのような非常識をするような男ではない。どうしたんですか石沢さん。全員聞き耳をお願いします。一発目のダイスロールでこれですか？ちょうどいいのでファンブルは後で処理しますね。ちょうどいいファンブルって何？ファンブルって何ですか？ダイスで96から100を出すと起こる現象で、ともかく悪いことが起きるのよ。だからみんな慌ててるんだ。その割に皆さんニコニコですけど。人の不幸は蜜の味。覚えとけにょん。それで成功したケイネさんとモコウさん、テーブルの下からボリボリと何かを噛み砕くような音が聞こえてくる。なんだこの音？ケイネも聞こえた？テーブルの下からだな。二人がテーブルの下を覗くと、石沢の両足がなくなっている。正確に言うならば両足が体の内側にめり込んでいっているのだ。不思議なことに一滴の血も出ていない。一体何が？石沢はそんなことも気にすることなく食事を続けていく。探索者たちが止める間もなく石沢の体は内側にめり込んでいく。
成功したモコウさんとケイネさんは石沢の内側から声を聞いた。中に何かいるのか？石沢の体はすべて消え、口だけが残った。もっと、食べたい。口はヨウムさんに飛びかかってきます。なんで私？え？口はヨウムさんにぶつかる直前で立ち消えた。まるで最初からそこに存在しなかったように。石沢の衝撃的な死を見た探索者は産地チェックです。まさかの全員成功。余裕でしたね。今友人が一人、目の前で死んだので余裕ではないような。ここでヨウムさんには一度10のダイスを振ってもらいます。わかりました。石沢の消失に呆然としている皆さんはヨウムさんの様子がどこかおかしいことに気がつきます。はぁ、はぁ、はぁ、どうしたのヨウム？ヨウムさんは自身の唇を強く噛み、流れる血を吸い続けています。どうしたんだヨウム？あれ、私は何を？覚えてないのか？必死に何かを摂取しようとしてたわよ。そういえばさっきヨウムさんの方に口が飛んでいきましたよね。何かに取り憑かれたんじゃ。とりあえずヨウムは病院に行った方がいいだろう。どう考えてもおかしい状態だ。全然自覚がないんですけど。それなら私が一応付き添いで一緒に行きますよ。迷惑かけます。後でまた連絡入れますね。この後私たちがどうするかだけど。とりあえず警察的なとこに連絡すべきよね。その職業で超真っ当なこと言うじゃん。なんとこの場には無職しかいないのである。ミュージシャンです。ギャンブラーです。無職三重師じゃん。私普通にタクシードライバーだからね。固く見に来ないで。ツンデレっ子、いいよね。頼むから近寄ってこないで。それじゃあ場面転換します。胃カメラとかで調べました結果。なんで絶妙に雑な感じの診察なんですか？それはもちろん私の医学知識がペラペラだからよ。なんかごめんなさい。それで結果なんですけど体の中に何か黒いものが。そこには正体不明の黒い影が映っていた。私も医者を続けてきてこんなもの見たこともない。正直対処法がわからないのです。これってもしかして、取り憑かれた？そういえば私の方に口が向かってきてましたよね。唇噛んで血を飲んでたのも、異常な食欲を見せた石沢さんに通ずるものがあります。もしその中の影が生き物でそいつが食を欲していたら、もしかして私、食べられる？ヨウムは大丈夫だったか？結論から言うと全く大丈夫じゃないです。なんかの病気だったのか？そういうわけじゃなくて、何かに疲れてるのか、どうにか助けたいのですけど、そういえば石沢が私に何か相談してきたな。もし石沢も疲れてたなら元医者の私に相談しようとしてたっていう筋が通るな。じゃあ石沢さんについて調べればヨウムさんを助けられるかもってことですか？じゃあとりあえず石沢の家に行くか。という感じでよろしい？よろしい。医者だったらしいし情報くらいありそうよね。私が死ぬ前に早く行きましょう。それでは石沢さんの家に集合ということで。了解。ここが石沢の自宅よね。存在普通のところに住んでるな。石沢の家は特に特徴のないアパートだ。フリージャーナリストの石沢に事務所などはなくここは仕事場も兼ねていた。すみません遅れましたかね。今来たところだ。それじゃ早速扉の方まで移動するにょん。そりゃ鍵閉まってるわよね。どうするかね。誰も鍵開け持ってないんだよね。一パーが5人でオパーになるから大丈夫。何も大丈夫じゃないわ。ここは私が扉にギャンブルを仕掛けて開けるっていうのは。H さんの鋭い一撃により鍵が吹き飛びました。開きましたよ。ちょっと待って。なんで急に扉蹴った？いきなり蹴るのはどうかと思ったのですけど。マリサさんが扉を開けるのがこのゲームのルールっていうものですから。騙されてるそれ。そんなことないからね。まあ開いたんですし入るわよ。石沢の部屋にこれといって不審な点は見当たらない。すっきりとしており荷物が多いものの清潔感のある部屋である。何派ともあれ入ることができたな。そういえば警察には連絡したんですか？したはしたのよ。でもなぜか相手にされなかったのよね。おかしいわね。まあ直接見てなければ信じれないような出来事だったからな。ともかく情報を集めて解決策を探りましょう。それぞれ探索するか。同じジャーナリスト的観点から何か情報出ませんか？知識プラス20で振ってください。やったぜ。両極端だな。私よりギャンブラー向いてない？
業務さんは普通記事などはパソコンで書いているのでそこに情報があるのではないかと感じます。業務さんはパソコンを開きます。パスワードなどはかけられていませんが大量の資料で埋め尽くされています。しかしなんということでしょう。業務さんは10分もかからずに今回の件に関連しそうな情報を探し出しました。あとついでに石沢の隠したい画像群も発見しました。見なかったことにしましょう。そうだな。まず一つ目の情報として石沢の取材対象についてのデータです。取材対象から何を調べていたのかを大体察することができます。早速読んでみましょう。石沢は最近、韮崎孝恵というカウンセラーを追っていたということがわかる。最近の彼の疑問は彼女がカウンセラーになったきっかけについてのようだ。拒食症か。私や石沢さんとは逆の症状ですね。でも何かつながりがありそうですけどね。それでもう一つの情報は？その韮崎に関するブログのまとめですね。そっちから見てたらハテナだったですね。すべて読むには3時間かかりますね。誰かと一緒に読んだら時間短縮できたりしません？半分にしていいですよ。元医者だしなんかわかるかもしれん。手伝うよ。では2人で読むことで時間を1時間半に短縮できました。肝心のブログ内容ですが、韮崎のカウンセリング効果がすごいといったことばかりだ。特にカウンセリング効果が凄まじく即効性があり、すぐに拒食症から解放されたというものが多い。ここでも高さんは医学を振ってください。それでは成功したモコウさんは拒食症について思い出す。ああ、これ完全に思い出した。イキリモコウ、あり、実家に帰らせていただきます。いつの間に私たち結婚してたの？発想の転換すっぽ。それで思いついた内容なんだけど。あ、ごめん。いいよ。優しい世界。拒食症を簡単にすぐ治すことは不可能だということを思い出します。そんな簡単に治せるものか？何か知ってるんですか？いや、普通はそんな簡単に拒食症って治らないはずなんだ。怪しいですね。ブログの中にはウガープンユフという言葉が何度も登場している。どうやら韮崎がカウンセリングするときに使うおまじないのような言葉のようだ。ブログでは相談者同士のコメントで気軽に挨拶や合言葉のように使用されている。ここで二人はアイデアを振ってください。成功したお二人はある風景を思い出す。あの時石沢の体から聞こえた声はこのウガープンユフだったのではないか。二人にはそう思えてならなかった。韮崎が石沢の件に絡んでるのはほぼ確実と見て間違いないだろう。どうにかして会って話か調べるかするべきですね。とりあえず PC の情報はこんなもんですかね。次は私たちのターンね。腕が鳴るわ。こういう場合はとりあえず目星でしたっけ？それでは目星お願いします。失敗したアリスさんは特に何も見つけることができませんでした。私が見つけるほどでもなかったかしら。ギャンブル以外の運はとことん悪いですね。ギャンブルの運さえ良ければいいのよ。完全にダメな大人。続きましてケイネさんはゴミ箱で気になるものを発見します。普通に考えてゴミ箱に何かあるのが常識だよね。ストーカーですか？ミュージシャンです。見つけたのは一枚のコピー用紙だ。そこには引きガエルのような顔にコウモリの耳、体は太ったクマのような、そんな不思議な生き物のスケッチが描かれていた。ケイネさんはアイデアをお願いします。それではケイネさんはこの絵を若干不気味に思いました。よくわからんが何か不安な気持ちをかきたてられる絵だな。この気持ち、歌にするしかない。はぁ？それでは今の不気味で悲哀な気持ちをケイネさんは曲にした。ここがもしコンテストの場であったのならば観客は皆涙しただろう。どうも、ミュージシャンです。本当にミュージシャンだったのね。今の行為が何の役に立ったかはさておき。おい、ちゃんとすごいですね。役立つかはともかくとして、英気まで。英気さんは資料棚で気になるものを発見します。何でしょうか？その前に書類棚の説明だけしますね。はい。書類棚といったが実際はスクラップやノートなどが収められた大きめの本棚である。最近のものに絞って調べても2時間はかかりそうである。調べますか。 H さんが調べた結果、摂食障害に関する専門的な本が数冊、摂食障害者が自分の日常を綴ったブログをプリントアウトしたもの、摂食障害に関する新聞や雑誌の記事を切り抜いたものを発見する。これらの資料について精査するのにさらに時間がかかります。時間的な齟齬が出ないように一旦皆さんと合流しますか。探索者たちがそれぞれ探索をしていたところ、戸を叩く音が部屋に響き渡った。